そういえば、皆さん、私にはね、中学3年生の、弟がいるんですけど、中学3年生ぐらいだったら大体その反抗期じゃないですか。お母さんにね、死ねクソババアとかみたいな感じで言ったりする時期なんですけども、ちょっとこの前ね、久々に電話かけてみたんですよ。じゃあ、帰ってきた。返事がこちら。Fuck you。そんなことをですね、今回なんですけども、この前に出た新武器っていうのがね、これキルあるじゃないですか。でですね、ハメさんが絶対絶対に必ずやるですね、カスタム、わかりますでしょうか？そう、超遠距離型カスタムなんですよ。なんですけれども、今回のね、キロ141の遠距離型カスタム、とんでもないことになっています。機能性見て2なんですよね。そのマイナス1にもすることができるんですけど、なんと今回見てステータス80ダメージ射程距離がアップしているんですけども、驚くべきなのは数値だけじゃなくて、なんと 40m でもいけますよ。3発キルかませるんですよ。もうね、47メートルとか50メートルになったとしても、ヘッドショット37で、しかもね、胴体が全て弱すぎる。そもそもの話ですよ。こいつね、5メートルだったら29で4発切るじゃないですか。でもね、40メートルになったとしても、ヘッドショット3発切るだし、ダメージは下がっているんですけども、画数がね、一切変わってないっていう、そういう化け物武器となっています。しかも見て、相談数が100発でしょ。弱点ありますか？ないんですよね。しかも見て、この安定性えぐいでしょ。今見た。この武器普通にね、ホルガーとかの強さを超えてるんですよね。ほら、もうこれで死んだ、これで死んだ、これで死んだ。弱点は機動性ぐらいかな。ブチブチにするぞ。来たぜ、俺の母国ニュークタウン。ということでやっていきましょう。レッツゴー。ちょっと待って、このマップもエグいんちゃん。もう多分ね、あえてビビって漏らしてるか途中抜けするかみたいな感じになるんじゃないでしょうか。本当にこれ2回でもひたすら行って、なんでパーティーやねん。パーティーやめね、これ大丈夫か、ほんまに。とんでもないけどな。これ2回行ってもらって、ナイス、いいっすね。俺の代わりに取り組んでくる、これ絶対ね、えぐいことに。おーまいかよ。のぞいたら勝ちに、これ、やつがすごない、この武器、ほんまに。ちょ、もうね、なんていうの、その、ビビることは許されない。こんなこと勝って、僕。とけーって、バケモンやん、ほんまに。これまたレイティック AMR 来ると思うから、それだけ気をつけようか。で、こっからのせい M1 さんが通ってくると思うから、はい、来いよ。俺は妹が来ると俺、この前豆知識で紹介したんですけど、ほっとここ登れるんですよね。こっち行って、ここで見れる。これ敵来るかな、これ。普通に来そうであるが、一人ぐらい行かれへんか。さすがに無理か、これ。ロングおるぞ。なんでフェニックル負けてんの、ロング。そうして、かばし行ってあげて。で、2回よ。ちょ、どけ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 。俺のこの子供親おじさん。大丈夫、ほんまに。おい、てか、レイティック AMR どこ行った？いやー、めっちゃ見てる、あいつ。勝つよ、でも俺は。有名な人行くわ。芋企画しようぜ、芋企画。いや、えぐいってほんま。なんであれ、SR だけだから、ほんまにおかしくない？オカピでしょ。で、なんか相手ドローン出してるんですけど。いく、もうね、覗いて ADS したら勝ちなんですよ。 ADS したら俺の庭、ADS したら俺の庭。そうやって俺はね、おばあちゃんになると一旦こう取り組まれていく。もう今日はね、芋で、なんで18対30おかしくねえか。ちょっと待って、これ何で、ね、V トロ出てくれ、頼む。いやー、うんちっち。行こうぜ。ハイシャトルちゃう、ハイシャで、ハイシャトルとおるかしら。おーまい、おーまい。頼むから芋ってくれ、ほんまに。もう一回上行きましょうか。結構ね、なんか芋んな芋んな嫌ですけど、結局これが、この武器の強い立ち回りなんでね。オッケー、すげえ。いやー、かかれ。もう一回顔出してくれ。もう一回お願いします。もう一度顔を見せない。もうなんか、えぐい、なんでそんな死ぬ？ちょっと待って、もう出るな、前に。前に出るのは俺だけでいいから、ほんまに。先生は俺だけでいいから、ね、MA を見ないと思うんだ。はい、お。ヘッドショットあったら勝ちなんですよ、ほんまに。どんぐったね、今。もう一回顔出しちゃうでしょ。なんかいいね、これ。勝っちゃって。もう一回ガールズ。あかんな。これは悪くないでしょ。ブチブチにするぞ。おい、なんか宣戦布告してきてるやつおんぞ、これ。めっちゃ煽ってない、こいつ。これちょっと俺に対する、これ。そういうことっすよ。はいよっつ、はいよっつ、はぁ、これ、いい女。いやー、やばい、トラウマが、トラウマが。ちょっと待って、タイプ使っていい、タイプ使っていい、マジで。一旦バカ買って2回乗る。3、あーやばい、あーやばい、あー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 
やんご。絶対来てねえねえやんご。絶対来てないっつ。こっちおるやろ。よし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 、覗いたら勝ち言うてんねんほんまに。で絶対ねえやんご、あいつかもですからな。来いよあいつ。よし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 、いいよよ、しっかり落ち着いていこう。もう死ねえ、ま、もうなんやねんこれ。なんでこんな芋そらしかおらんの。ちょゴリアって V トル出てくれ。地味に負けてんねんなこれ。言うたやつ2回来るかもしれんから、足音消してくるよな。はい来た、落ちす。まだ来るか。いやーマジでそれ。よーし、もうこいつせ N やん。あ N やんも別なんですけど、ハンターキラードロン。あっ、まあ、取っていいぞ。いやーやっとんな、やっとんな2階のやつ。あいつバケモールって、2階に。おー、なんで N が植えとんねん。おいほんま、ほんま死にようで。ちょっと待って、これめっちゃ面白いしやってさ、なんか一人がね負けたとか言ってるんですよね。なんかその味方こいつめっちゃデスレすんもんみたいな感じのこと言ってて、戦力見てください。あのねこいつがこれめっちゃ面白くない。これ負けた、あお前のせいで負けかけてんぞほんまに。これそういうことなんですよね。なあこれはちょっと生きていいんじゃないですかこれ。まあ大丈夫やって、その味方が弱い。でもね俺がいるんすよ、俺がいるんすよ。ブチブチにするぞ。オッケー、ちょっと3試合目の正直でハードポイントでですね、このカスタムの強さ見せていきましょうか。止まって、しかもこれ味方にプロゲーマーおるやん。でもこれ多分ねロングの強さいけついと思うよこれ。ここすごいんじゃない、来た瞬間飛ぶで頭。はいこれはいこれはいこれ、見せたかったの今のみんなにね。絶対くれよこれ。一旦もうここまで入ってもろて、今度ロングよね絶対。いや、こいつロング買って、ナイスイベ、ナイスイベ、まだ来るでしょ。このロングの強さ、見た？タイプに勝ってるでしょ普通に。まだ残されてくると思うから、いやこれ怖いな。まあ、今日スカルカー積んでるからさ。あー、見て。これよ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 、壁抜きしてもうだってもう、そういうことでタイプに、タイプにこれ。ちょっと出しての、まだ行く。はいこの強さ、まだ来てるまだ来てる。頭一個の城も枯れるんです。これが。最強としてとか作り出してしまった。これレーザービーもね、これもうタイプ2個超えないっす。何を超えるんですか。これはもうポイントもや、ポイントもや。オッケー、これ多分ねちょ前前線にマンジ君いるから多分こうでしょう。はいこの強さ見たらしいます。オッケー、消化して出してるの。これ守護神になっていい、今日守護神になっていい、今日いっちゃうね守護神。ゆうべらしい。オッケー、ちょっと待って、これ火暴け出したいからさ、ちょっと後ろ引きたいな。ずーっとこうやって言ってくる。いったっけ、俺引いていってケバケ出していきましょう。こっからなんだよな俺の強さ。こっから俺の強さ入るよ、これゾーン入るよこれ。いるほどの時間。これ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 、この決め打ち LMG を LMG ちゃうけど一旦あそこまでちゃうよ。クラスターストレイクハードポイントで来られる方あったかいね。これ神様、これ勝利の女神ほほえんでるわ。裏から来てる絶対こわっ。でもう次ポイっちゃうっていうね。横それは絶対これ間違いない。センターちょっと見てて、センターめちゃめちゃ怖いけどこれほんま。で、ちょっと待って、これちょっと裏警戒せなあかんな。こっちから来るな、飛んでこれ。ナイスナイスナイス。で俺が取るのはここよ。こっからもう来たら誰も止められねえぞ俺を。こういくとワンカットして、そしてまだまだいいじゃないですか。これ一旦クラスターストリック出していきましょうか。オッケー、確認していただいて、ここでプチッと出していく。これで敵はポイントに入れないと。これめちゃめちゃいいクラスターストリックじゃないこれ。敵入れないよ。もう腹痛やろうとはね、これ使い方が違うっすね。ナイスナイスナイス。これ絶対勝った、間違いない。これ強さをちょっと教えたのがねみんなにね、今回のカスタムをそれが一番いいね。なんかもうガチでさ、あのエイペックスしてる人は知ると思うんですけど、ディボーションみたい、ディボーション使ってる感じ。ほらとりあえずこの時計っていうのは誰にも負けないと、そういったような感じになっています。しょっかし出していただいて、こっちから来るんじゃないですか。 OK、 そこも、はいこれ、この時計の速さ、もうね、なんて言うやろな、別にその、近距離は4発切るなんですけど、レートとさ、安定性がもう凄まじいからね。もうスコア見てよ、これ。もう完璧。お、しかも今日 MVP 取るとは、これ。これはおそらくね、強すぎて試合が早く終わりすぎたやつやな。
ブチブチにするぞということで、今回はキロ141のレーザーガンカスタムどうだったでしょうか。個人的にはね、全然ありなんじゃないかなと思って。てな感じで、これからも COD モバイルの動画どんどん上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。